こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、愛知県の育子さんに AMI 小さな宇宙人というさくらももこさんのね本を紹介していただきまして、そして宇宙とかね精神について、特にねなんかこう愛の度数っていうのはこういうのをお話しいただきましたね。で最後に UFO 見たいなって言われましたけども、実は私は UFO ねかなり見ててもう何十回か見てるんですよね。でなんで見れるかっていうと、単純で空を見てるからなんですよ。特に、ね、雨が降った日とかは UFO 見やすいんですよね。多くの人は雨が降った日って足元見ちゃうんですよ。それから傘を差したりとかすると そこよりも上は見えないですよね。あとは一日中家の中にいたりオフィスの中にいたり、それから電車に乗っていたり車に乗っていたりすると空を見る機会ってないんですよ。ですから歩いて大いに空を見る、曇りの時や雨の時ほど空を見る、そういうふうにすると UFO っていうのを見れる確率が高いんですよね。そして雨の日に UFO を見る時って大体雲の下なんでくっきり見えるんですよ。こういうふうに何回も何回も UFO を見ているとどういう時に UFO が見やすいのかっていうことが分かってきます。UFO ってのは結構ね普段から出てるんですけども、見やすい時と見えにくい日ってあるんですよ。天気の日は見えにくいですね。天気の日は UFO も光ってるし空も光ってるんで、はっきり言って捕食しちゃって見えないんですよ。まあそういうところがあるんで、ぜひね参考にしていただいて、まあ雨の日曇りの日ほど見えるんだぞっていうことをね、ちょっと覚えておいていただければ、あなたも UFO が見れると思います。育子さんも UFO は必ず見れます。もう1年以内に見れますよ。これ意識すると見えるんですよ。で、よくね、自分の周りにはとかね、テレビを見るととか、メディアを見ると、ネットを見ると、嫌な人に出会うって人いますよね。SNS をやると嫌な人が絡んでくるんですみたいなね。それはですね、嫌な人に絡もうとしてるとそうなるんですよ。で、私は速稼塾って塾運営してますけども、はっきり言ってね、いい人ばっかりなんですよ。これは自分のことをよく言うわけではないんですけども、発信によってその発信が好きな人が寄ってくるってことがあります。ですんで人をね貶めるようなことを言うと、人を貶める言葉が好きな人が寄ってくるんで、ネガティブな人で囲まれるってことになるんですよね。でも人を応援したり人を助けたりとか、それから新しい情報を流したりとか、自分の解釈をお伝えしたりっていう風な発信をしていると、良い発信をしているとその良い発信が好きな人が集まってきてくれるっていう風に私は思ってるんですよね。そして宇宙人の性格についてもここで私は想像することができます。アメリカのカール・セーガン博士っていうね物理学者の方がいるんですけども、著書でコスモスっていう本を書いていて、もう世界中でベストセラーになってる本なんですけどもね、そのカール・セーガン博士は、もし人類が自分たちの凶暴性に気づかなければ、それを抑制できなければ、地球上で自らを滅ぼして宇宙に行くことはないだろうって言ってるんですよね。そしてもう片方、宇宙人には愛があるというね本で、有名な、フランスのクロード・ボリロンさんっていう方がいるんですけどね、クロード・ボリロン・ライルって方ですね。このライルって方はライリアン・ムーブメントっていう宗教団体を作って、で私もそこにね10年ほど所属していたんですけども、その宇宙人ってのはもう愛情にあふれてるんだよと、愛情にあふれすぎていって、自分たちの惑星ではその愛情をもうねお互いにやり取りしてもう目いっぱいなんで、この愛を宇宙中に広げようじゃないかってことで飛び出してきて地球に来てくださったらしいんですよ。だから宇宙人には愛があると、わざわざね人の星に来て小競り合いを進めるわけではないんですよ。ああ地球人たち困ってるだろうなと、助けてあげたいなっていう愛情から宇宙人は私たちの惑星に来て、そして我々と共に暮らしていてですね、過ごしているんだなと思うんですよ。だから皆さんの周りに、あなたの周りにですね、ものすごくいい人、ものすごくお人よし、ものすごく人のために働く人がいるとしたら、その人は宇宙人かもしれませんよね。地球人は自らの凶暴性によって滅びようとしています。それをおせっかいにも止めようとしている人がいるんですよ。それが宇宙人なんですよね。だからね、何か困った時にすぐに人を非難したりとか、人の足を引っ張ったりとかね、人を攻撃してみたりする人ってのはまっさらな地球人でございます。安心してください。でももしかしたら自分は宇宙人かもしれないって方、人が困ってるところね見逃しておけないと、自分の身を挺して誰かを守りたいとか、自分がもしね傷を負うことになっても絶対にいじめには加担しないぞって方、あなたは宇宙人の可能性がありますよ。ということで、さくらももこさんのこのね可愛らしいイラストの AMIの小さな宇宙人っていうのね、読んでみたらいいんじゃないかなと思います。はい、今回はですねそんな形で育子さんの動画を紹介させていただきますので、動画説明欄からね育子さんのちょっと動画をね見ていただければ、小さな AMIの宇宙人に近づけるんじゃないかなと思います。そして最後にね、育子さん今日もものすごく可愛いですね。育子さんを私はねネットのねアイドルだと思ってます。もうワクワクしますね。育子さんもっともっと動画上げてください。育子さんが動画に出ると少なくとも世界中で私一人はいつもいつも幸せになります。よろしくお願いします。